一つしか作れないだもんな。ってことはあと5個ぐらい必要なのかな。でもなんかその辺の草ね買ってるとなんか丈夫な草出たり出なかったり、あ、濃いやつかな、若干色が濃いやつを叩くと丈夫な草が出るってことなのかな。よっしゃー、じゃあこれでやっと寝られますね一緒に。とはいえそうだな、これがやっぱ邪魔になってるよな、どう考えても。え、でもこれさ普通にここに置いて、お、天才か、こうすればいいんだ、さすがクリエイティブ、クリエイティブな思考をお持ちのようですね。いやでもこれすげえな、なんか儀式が本当に起こってるみたいな。今お前扉貫通したろ、お前ダメだよ物理法。いやーちょっと、いやちょっと待って痛い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 、ちょっと待って待って待って、この状態のままやめて、やめて、半分になっちゃう、さ、糸になっちゃう半分になっちゃう、もしくはサイととになっちゃう。回復できるんだ、視界も悪くなり強力な魔物が、マジか、ゴーレムとかさ、なんか竜王様とか出てくるのかな、ミニ竜王みたいなの出てくるのかな。それにしてもサイト、え、何、この扉に突かかってることをなんか聞いちゃう、聞いちゃう、あ、そっちね、あ、なんだ、ほん、女の子じゃなくて天の声か、天の声じゃない、ルビス様か。そうですかね、誰でも思いつきそうな、大丈夫じゃねえよ、見ればわかんだろ、半分になってんだぞ今。いや、そっちかい、いや、口らう、あ、目がうつろで半開きってさ、それはお前こんな死にかけた状況になればそうなれば、ちゃんとしてって言われてもな、いや、すぐに時間が経っちゃうよっていうか、なんかもうすぐに真っ二つになっちゃうよって感じなんだけど、時間の流れを感じ始めた。太い枝、え、もしかしてこっから時間の概念プラスみたいな、時は流れゆく、へえ、じゃああれが、え、コンパスじゃないんだ、あ、コンパス兼なんかチェック、チェックってなんだ。ねえねえ斎藤、素材集めて歩き回ってもうそろそろお腹空いた頃じゃない。まあそうだね、でもその辺で木の実いっぱい持ってて、え、自分のお腹空いただけだ、いや、そうだけど、え、でも確かに自分もお腹空いてるそうそうそう、そんなことないもん、ちょっとピーお腹減っただけだもん、減ってねえよな、なった、マジか、その SE くれよ、 SE とか言っちゃった、桃がきの、桃がきの実がなる、小さくてお腹はあまり膨れないけど甘くてとっても美味しい実なんだ、それモモンの実ってやつ、毒状態隠すんじゃない、桃がきの、なんでお前のためにいつ持ってかなきゃわかんねえ、いや、いいだろ、大歓迎だ逆に、いや、むしろ5じゃなくて50個集めてくるわ、ちょ待ってて、もらってこれさ、ちょっと待って、5個以上持ってたからさ、もうすでにここで始まってる、 すげえなこの絵面なんかもう本当に火に飢えた人々って感じだよね。これでもかかり火が一回あるし、もう部屋の中で焚き火耐えちゃってるしな、藁のベッド燃えんだろあれ、いやでも50個本当集めたかったんだよな、わ、ありがとう斎藤、ペコペコだったんだ、正直に言いなさいよ、体は正直だろ、それじゃあ、はい、これ。これ、埼玉の分だよ。うわ、ざっすー。いや、すくけどさ、別にいくらでもあるよ。桃垣の実なんて、その辺に。もう、こいつ、宙を向いてるからね。もう、人と、人の目を離そうとしない。もう、言うなれば、もう、こいつは、なんていうのかな。もう、コミュ障っていうか、もう、女の子一人しかいないから、ちょっと、いや、でも、話せないけど、でもなんか恥ずかしがるのもあれだから、ちょっと、ここは、あさっての方向を向いて、ちょっと、キリッとしとくか、みたいな。実はもっと多分緩い顔なんだろうな、こいつ。あ、左上のパンゲージのやつか。ねえねえ、サイト。サイトは周りの木や草を支えにして、ああ、そうだよ。てか、お前もできるよ。君もできるよ。やろうと思えばね。素材を入れておける。ああ、まあそうだね。このまま道具持ってても多分素材すぐにいっぱいになっちゃうと思うんで。確かに、なんで必要になるのかわかるんだよ。メタ発言か、お前それ。それはまだ秘密って、お前何黒幕説、こいつ竜王、もしかして竜王の妹みたいな、ないか。まあ、いや、お前身勝手だな、俺そんなに簡単に思いつくと思うなよ、いや、まあ一応考えるけどね、思いつくんかい、
収納箱、まあ収納箱ぐらいだったらそれは誰でも思いつきそうだけどさ、でこれを今度は作っていくってことでいいんだよな。で収納箱、あでもそっかイベント進めなきゃいけないのか。あーレシピは、あでもそっかレシピ見なくてもいいんだ別に。あーもういい、分かってる分かってる、もういちいちねそのプラス10の声みたいないいよ、少女プラス10の声みたいないいから、そういう忘れてますかみたいな、覚えていますか、あい覚えていますかみたいな。収納箱1個作った、ペリンから依頼された収納箱を作成した、この辺に置いといていいの、おいでもこれさ壊したらさあでも意外と硬いな、あよかった、でも収納箱のまま手に入んだね、そりゃそうか。これさもうここら辺にこの上に置いとこうぜ、俺しかその発想はなかったわ、その玄関ポストみたいな発想はなかったわ。じゃあ早速ここに何だろう、何収納しとけばいいのかな、看板でも収納しとくか。ああキノコがいっぱいある、収納箱ができたんだ、これで持ち物が増えてもここに入れておけるね、ここにってかそこにあるけどな、ポストのように置いてあるけど、無造作に無造作にってか空中入れてっけどな、壁にくっついてる、俺が全部あれ止めたんだぞ、知らないのかよお前、でもそんなに年取ってないのかな、俺と同じ身長の割には。今生きてる人たちはみんな自分が生きていくのが精一杯なんだ、そうなんだ、なんかあれだね、あの対戦後のに誰かを助けようともしないし協力して一緒に生きていこうともしない、私ねその世界ですごくつまらないと思うの、そうかな、みんながみんなソロプレイヤーってことじゃない、結局自分一人の力で生きていけないといけないわけだから、まあ一人の力で生きていくっていうのもあるよね、やっぱソロっていうのは重要だからね。うん、ボス最高、楽しい街を作ろうよ、じゃここ遊園地にしよう、あキノコ遊園地にしよう、そのために素材がたくさんいると、あーそうなんだ、じゃあ別にお前黒幕とか竜王の妹説とかないんだ、でもそれキャッカーだ、またそれはなんか証明するためになんかいろいろ素材を集める必要がある、考えろよ、そうお前も思いついてくれ、いや興味ねねねって言われてもな、それは協力すっけどさ太い枝だ、お前いつも太い枝出してくれねえな、その辺で拾ってきた太い枝だよね、斉藤ここに大きな町を作っていくために私にも協力できること何かないかな、いやいいんですいいんですよ、ピリンちゃんはそこにいてくれるだけでもう手伝いになってる、逆に絵を描いてみた、てか物を作る意志っていうかさ、普通にあれだよね、主人公以外も物を作る力あんじゃん、何が特別な力だよお前嘘つき特別な力じゃねえじゃねえかよ、設計図、ああ設計図か、まあいいや、設計図多分あれでしょ、なんか設計図でまた物なんていうのかな、作業台で作れるみたいな、作業台はなんかよく見たら方眼紙みたいな見た目だよ、なんでこんなものがあるんだろうね、作業台があるのにさ物作り概念がないとおかしい、おっとのこれアイテムなの、レシピみたいな感じじゃない、藁の扉思いついたか、そうか、でも扉あそこにもあるもんな、だってこの発想もなかったわこいつあれか、なんか設計図をそのまま持ち歩いてんのか、これ設計図置けんのかな、どっかに必要な場所が足りません、ちょっと待って何するんだっけ、ちょっと待って何するんだっけ、もう全然忘れちゃった、もう何するんだか、ピリンタスと何すればいいの、サイト作業部屋うまくできそう、私が書いた設計図通りの部屋を新しく作ってね、そうかそうか、あ三角で広げることがいい、焚き火それ、いや焚き火もうあそこに置いてあるんですけど、石の作業台を一度叩いて外し、設計図通りの部屋を完成、あこれあれか、重なきないんだ、石の作業台なのに普通にあれで叩けるんだな、どこに作ってもいいのかな、そうかな、どこに作ってもいいのかな、そうは言ってもやっぱりビルダーズだからやっぱ作ることに専念しないといけないから、なんか破壊とかなんかあんまし良くないと思うし、せっかくここにある既存の自然のものみたいなものなんか土地をこうやって破壊するのは良くないと思うんだよね、うん、だからなるべく破壊はしないようにして既存の場所を使って作っていけばいいんじゃないかなと思うんだよね、キノコいらん、じゃあこのだだっ広い場所に作るか、この辺にどう、これあれあるっしょ場所、お、いいんじゃん、あ
でもここが入り口になっちゃうんだ。これなんか、片開け扉みたいなのも置けるんだね。あ、でもそうか。あ、でも別にいっか。どっち側でも。作業台を、この四角いところに置けばいいんだな。で、作って、焚き火もう一個作るか。ああ。で、焚き火を作って、で、焚き火はどこに置くんだろう。ここかな。え、これでいいの？本当に。え、てか設計図なくなるのかな？もしかして。扉はさ、ここに立てるんでしょ。藁の扉。あ、丈夫な草が必要なんだ。また丈夫な草集めないとな。あ、でも草生えてきてんじゃん。余裕や。でも藁の扉よりよっぽどあっちの扉の方がさ、丈夫そうじゃない。あれ壊せない。壊せないか。あっちの扉壊してこっちにさ、つければ別にいいんじゃないかなと思ったんだけど。でもこれさ、作業部屋作りましょうって言われたけどさ、この四角やつ何？全然わかんないんだけど、設計図を見る。なんか設計図見れるな。あ、これで見れるんだ！すげえ！完成予想図みたいに見れる。土、焚き火。あ、収納箱か。この無造作に置いたら収納箱外さなきゃいけないわけね。あ、これ中に入ってるものはあれか、外に出るんだ。へぇ。まあ、さすがに収納箱そんななんか、なんかナップサック、みたいに扱うこともできないもんな。んじゃあまあ、とりあえず壁立てますかね。何か装備が壊れそうだって。あー、なるほど。耐久度的なね。まあ、それは耐久度無限じゃねえか。土がちょっと足りないんだよな。耐久度あれか、普通に武器に対する耐久度だもんな。夜が来る、マジか。なんかなんとか来るっていうフレーズあったよね。なんだっけ。でもこの町にいりゃさ、別に安定ってなんだ、安心じゃないの。別に夜来ても大丈夫なんじゃない。いや、やっぱり物を作る力がある人間っていうのは、そう、寝る間も惜しいんで、あ、間違えた。寝る間も惜しいんで働くことが重要かなと。なんかもう壁何マスにしたらいいのか分かんないから、もうぐちゃぐちゃでいいや。雑だな、今回。今回の建造、ほんと雑だな。初建造にしてこんなに雑とは。これでいいんじゃね？どう？なんかもともとあった、なんか、素材、お、なんかもらった。石の工房、みんなも興味津々だ。みんなかっこ一人だけど、みんなって書いて一人しかいねえけど。おーおーおー、走ってきた。お前、俺より先に入んなや。ここら辺やっぱ一個下の方が見やすいかな。おいお前、なんちゅうショートカットコース使っとんだよ。やったー、作業部屋ができたんだ。ありがとう、私の設計図通りだね。そう、俺のクラフト能力、クラフター能力があってこそのコンボですね。コンボじゃない、コンビだね。あなたの手伝いをしてくれるようになるでしょう。設計図を完成させることで、街の周りを探して素材を集めるか、アイテムを手に入れましょうと。サイドが用意してくれた作業部屋で私に何か物を作ってみるよ。マジか。勝手にアイテム増えてくのかな。ボロ切れだ。でもボロ切れってさ、普通に服からさ、取れんじゃねえ。よく考えたら、こいつも、よく見たらこいつも同じ服装してんの。ピリンちゃん。せっかく作業部屋ができたんだし、そろそろ街にいろんなものを作りたいよね。でも私二人だけじゃ人数が足りないような気がするんだ。マジか。どんなやつ？俺以上に怪しげな人。いや、俺は別に怪しくないけどね。様子がおかしい。マジか。そいつも精霊の声聞こえんじゃね、多分。あれか、もしかしたらそいつ骸骨かもしれんぞ。ああ。岩山を越えたあたりに雑だな。どこの岩山だよ。山なんてその辺にあるだろ。めたいな。コンパスを見よう。とりあえず寝ようぜ、先に。寝た方がいいんでしょ。あ、てか寝る前にさ、ちょっと、あれだね、やっぱこの武器さ、
使い切りたいんだけど全然使い切らねえな。なんだろうこの終わりそうで終わらないトイレットペーパーみたいな、まだ終わんねえのかみたいな。あ、壊れた。これ素手でも殴れんだ。あれ素手でもあんまし変わんなくね素手とヒノキの棒って同じレベルなのか。あ、でもあれか、線でもやっぱり男は、あれ、あ、こうやって上視点であれか。へえ、すげえ、マップが見れるってさっき言ってたよな、それ。あれ、ちょっと待って、メニューはどうやって開くんだ。丸か。とりあえず寝っか。もう寝てんじゃねえか。じゃあ、添い寝で、添い寝で。ちょっとまずいね。これはちょっとまずいね。いきなり起き上がったな、こいつ。元気あんじゃん。寝さして。おやすみ。3年後みたいなね。気づいたらなんか10年ぐらい経ってましたみたいな。私は大人になっていたっていう、そういうオチがあってもよかろうよかろう。終わっちゃった。そこで表現終わっちゃった。はい、キノコをねしっかりここに置いとこうかな。でもって動画を見とるか。腹は多分重要なんじゃないかな。でも Q&A でまずここにはいいかな。でとりあえず今回はそこを見ましたと今度終わろうかな。まあそんな感じでねやっていこうかな。まあこのゲーム自体若干ゆるいしたゲームだからゆるい世界があってあるんだけどもな。こういうのとかわざに生まれたいよな。あ、じゃあこれあれか、最初にもしかしたらあれか、あの旗立て今行けたのかな、もしかしたら。もしかしたらどうなの、引き目もらっとこう、まあ、せっかくなら一人なんで最初に来たあれあれか、数千ついたそのまま行けたのね。もしかしたらこういう水に入るとするのかな。お投げてもいいと思うんだけどな。もしかしたら水にあればいいよな。すげえ重要だったこの家やもしかして。あ、また霧がばあんじゃん。あ、でもこれあれか、作れるもん限られてるんだね。知らなかった。なんか読める。失われた文字というものはなんと難しいものなのだ。メルキドロクを解読するには恐ろしく時間がかかりそうだな。これバカなのかな。もらっとこうぜ、この辺もらっとこうぜ。ルビタ木箱だって。へえ、普通の木箱とどう違うんだろう。こういうさ、あの扉とかもさ、もう全部もらっといた方がいいんじゃない。誰も使ってないんだし、いいじゃん。持ち物いっぱいになるの早くないか。ちょっと待って、でもこれ以上さ新しいものは持てないってことでしょ。多分新しいものないっしょ多分。まあ絶対とは言い切れないね。キノコ持てない。でも多分ドラッキー倒しても意味ないよな。ドラッキーこいつ意外と有効的だな。こっちが攻撃してこなければ、こう、枝なんでもないです。森が深いんだけど、森林伐採したいな、ここも今度。え？ああ、なんだ、別の場所か。なんか今、メッセージ出てなかった？これ？え、木のせい、木のせいっていうか、石のせい。これ喋れんの？お前。よー、そこに誰かおるのか。ひとときが、魔物どもにいたずらされて、土の中に閉じ込められてしまってな。マジか。よく生きてんな。多分土の間からもなんか呼吸できたりするんじゃ、こいつはもうすでに人間じゃない可能性があるな。罠の可能性がある。攻撃を上下に向けることで、うまく周りの土を取り除き、中にいる人に攻撃を当てましょう。はい、わかりました。とりあえずこれをもらっとこうかな。で、これはこのままさ帰ることもできるのかな助けずにそのまま行くみたいな。まあさすがにその辺はしないけど、それはさすがに白状すぎる。おーい、誰かみたいな。3つ一気に破壊する。そして中にいる人物にも、こいつも破壊する。破壊できないのかな。おっさんかよ、慣れたわ。マジか、いらないんだよ。やだー、いらない。ピリンちゃんと2人きりが良かった。ヒゲもじゃのおっさんだな。おい、いや凛々しい顔だろ、ちゃんと見ろよ。まだめくしわなと、まあ、棍棒で泣くんぞお前。いや完全に町を作っておるだろうと。何だぞてめえっていう、なんか臨戦態勢に入ってたな主人公。やっぱねこいつはこのゴーグルで敵を索敵することができる。でこのゴーグルで敵を索敵して、でどこかに、あ、全然聞いてない。まあ、とりあえずこのおっさんが、おい、ついてくんじゃねえ！町の場所さ、なんかあれで送っとくからさ、SNS かなんかに貼っとくからさ、柿じゃん、どう見ても。
自分でさ、村のとこまで行ってくんね。俺についてこないで。マジで。戦えるんだ。すごい。強そう。でもこれ新しいアイテムってこと？ちょっと待って。新しいアイテム欲しいな。どうしても新しいアイテム欲しいんだよ、これ。やぶな。なになになに？キメラだー。やばそう。帰ろう。キメラはやばいな、これ。あいつは強えよ、多分。多分多いな。で、持ち物は、ここに見えてるやつしか、あれ持ってないってことなんだね。じゃあアイテムはもう積極的にいじっちゃっていいのかな。でもこれだけしか持てないんだったらさ、あれ装備欄が別なのもうなずけるよな、さすがに。まあでもそんなもんなのかな。ぴょん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 、このぴょんぴょん跳ね具合がいいよね。すげえ気持ちいい、このぴょん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 。今から帰るんですけどもね、家に。家じゃない、マイホーム、マイフラグに、旗に帰るんですよね。旗がもう家っていうか、もう旗がさ、リスポーン地点みたいなとこあるから。まあ、その旗のね、旗を守るという力を忘れずに。旗を守る力ってなんだ。ちょっと待て待て待て。どうしても、あのアイテムが気になる。どうしてもね、あのアイテム気になるんだわ。だからちょっと申し訳ないけど、この辺とか入れといて、取りに行ってこよう。草原の種かな。へえ、これが新しいアイテムか。草原の種っていうぐらいだから、やっぱり草原をあれかな、想像するのかな。なんかあんまし役に立たそうなイメージはあれかな、ルビス様が上からなんかスポットライトみたいなの当ててくれてんのかな。スライムかわいいな、ほんとぴょんぴょんしてる。あ、ぴょんぴょんしてんのは俺の方だよ。てん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 。飯もね、ちょっと食っていかないと。お腹いっぱい。お腹の上限とか上がったりしないのかな。どうも。やったね、サイト。仲間が、街づくりの仲間を見つけてきてくれたんだよね。なんだかうさんくさそうな、というかさ、どうピリンちゃん。あのおっさん。やっぱ二人だけの生活したいよな。理想郷ここに作るって約束したろ。あのおっさんあれか。本が恋人みたいな。なになになんか、なんか、すげえ格好つけてんだけど、あいつ。何やってんの？ヒゲで判断すんのかい？だったら俺はなんかまだ、ねえ、何にもないみたいな。命のきらめきたー！これでまた体力増やせるわけだね。でもこれ使うかどうか迷うんだよなー。でもやっぱり、命の木の実取っといて、なんか後々役に立つこととかもあるかもしれないし、で、なんかもしかしたら、命の木の実、で、お前は何やってんの？帰ろうか。君もういいよ。帰って、帰って。いいよ。そうです。創造主。いや、ビルダーではないです。ザ・クリエイターですね。ザ・クリエイター。まさに創造主。世界の半分を作った男。どうです？凛々しいでしょ。かっこいいな、この髪の毛、ほんと。なんか真顔にしようと思ったけど、そんなに赤くもなかったな。なんだって？移動がとてつもなく便利になる道具？ルーラー。あなたの力なら素材を手に入れることで新しい道具の作り方もひらめくかもしれませんと。キメラは今山のふも、あーいつかさっきいたな、キメラ。でも夜はちょっとあんまし出歩かない方がいいのかな。でも夜さ、一体どんな敵が出んのかな。次 BGM も若干違うな。あ、でも夜のスライム強いな。でも夜のスライムってなんか夜っぽいな。なんか出るってことない？なんも出ないか？
なんかすげえ不穏な BGM 流れてきても、特にこれといって強いモンスターが出るわけではなさそうなのか。モンスターが出ないのかな。モンスターって言えないか別に。何せ戦わないときに配信がないもんな。あ、キメラか、キメラか、じゃあキメラでも行こうか。やっぱり水に落ちたらダメージ受けるんだな。キメラどこにいんだというか、迷っちゃった感じ。出しないかな、これは。十字消しないや。なんだっけ、エルスティック、なんか、二回押しで。うわぁ、てかこれメラじゃなくね、多分。メラじゃないよね、なんか。なんだろう。メラなんてあったっけ昔から。すげえなんか、朝になっちゃった。えキメラの翼。てか、キメラの翼ってさ、普通にキメラの羽何枚か束ねただけじゃないの？すげえ、これ強えな。この、ジャンプ攻撃。まるで立体軌道かのような。あ、でもこれ普通にあれか、敵貫通できないから。あ、でもこれヒット&アウェイにはすげえ使えるな。どうこれ？これでね、どんな敵もバッタバッタと投げ倒しますよ。特殊攻撃力が高いんじゃないかな。いやー、そんじゃあ、もどきの荷物持ってきた。あ、これ食ってもあれかないかしらんだけど。あ、体力回復があるか。なんかこう、危ないよね。あ、こっちにあってるというか。あ、これ多分ここにあるな。なんか、ズームのマークみたいなのも逆側にあってるの。肩こっちにあるか。どうやって入ろうか。傷薬とか作りたいし。これ別に寝なくてもいいんじゃないここら辺。すげえ、作ってる、なんか。お前屋根の上歩くなんつったろ。お前3マスにすんぞこの声。お前この屋根3マスにすんぞ。それでもいいのか。ああ、あ、そうね。どれだ。ボロの服、いやキメラの翼を1個作れるかな。あ、3個作れるんだ。さすがにこんだけ使って1個みたいなのないよ。で、じゃあちょっと傷薬もついでに作っとこうかな。傷薬は作れるかな。何個も作れないのかな。あー、できた。まとめて作るみたいになっちゃうんだね。オッケー。おお、これはまさしくメルキドロクに記されたキメラの翼。想像もつるららら、ビルダーなのだ。なのだ。世界を想像するビルダーが現れると。待ち人の手を、ららら、あざす。はい。なぜ滅びたか。いやー、実は僕が全部破壊し尽くしちゃって、巨大なゴーレムが。いやー、ゴーレム一人ぐらいだったらね、僕のその、鉄拳制裁を超えてやりましたよ、あのゴーレム。まあ、すげー痛かったけどね。ものすごく痛かったけどね。お前も太い枝か。では、今回はここまでとしましょうかね、とりあえずは。まあ、また切ったりなんなりするかもしれませんが。では、ここまで見てくださった方々、ありがとうございました。またよろしければ次回もご覧ください。はい、ありがとうございました。失礼いたします。